ちはあちでございます。PC88 のワンダラーズフロムイースですね。パート8やっていきたいと思います。レベル上げました。ここずっとひたすらうろちょろしてレベル上げました。結構経験値がいいんでね。だから、あれすぐ外に出れるんでね。こんなレベルの上げ方でいいのかなっていうね。なんとも不思議な感じでね。あ、こうやって敵出てくるんだね、後ろからずっとね。よいしょ。ただ、あれかな？薬草がないんでね、ちょっとやばいかもしんない。あー、しまった。あ、でもダメージ全然違うわ。レベル上がるとね。これは、ある程度ね、いけるかもしんないですね。あ、次1万ね。また敵、ボスがね、いるんでしょうね。あー、どうなんだろうね。ここ、ヨウさん出てきたんで、よいしょ。これでね。まあ、使うことはあんまよっぽどないだろうけど。はい。あ、いいですね。結局一気に、ああ、500ぐらい増えた気がしますね。で、どうなんだろうね。お、お、なに？キンキンっていうのはダメージ食らってないと思っていいのかな？あ、食らってるよ、食らってるよ、食らってないと思ったけど。あ、でもレベル1個上がったらだいぶ楽だよね。あ、あ、ちょ。なんでしょう。薬草欲しいなぁ。あ、まだ来るのかな。あ、怖い。うわ、ヨウさん出てくるね。うまいこと言ったね、今ね。今結構うまいこといきましたね。ああ、しまった。あ、もう1000入りますね。あれが、経験値がね。あんな感じでいいのかな。でも、あんまやりすぎるとあれだよね。あれがないから。薬草持ってないから。薬草消えてるからね。今バンバン食らってんだけど。ああ、あらら、多分休憩どころないよねこれね、きっと。うん、ないね。よし、あらら、よいしょよいしょ。いやー、これ難しいね。まだ続くのね、これね。回復が、あ、またこんなんだ。経験値入んだけど、ね、すごい。おっと、何？ちょっと帰ります。ちょっと帰りましょう。これは次のレベル上げないとダメだね。いて、危ないね。いっぱい来ますもんね。もう一匹かな。あ、もう二匹いたね。あ、倒せた。おい、なんだい。お、来た来た。ワープしてきてるような感じがしたんだけど。うわ、絶対剣振りながら走らないとダメだね。あ、ちょっと待って、アミュレットなくなっちゃった。もうなくなってんのね。ああ、うまいことやらないといけないね。よいしょ。わあ、本当にこれなかなか離せない。
剣振るのやめれないね。ああ今密かに当たっちゃったんじゃない。でも本当すぐレベル上がりそう。あ、こうやっちゃった。ああ、こうやっちゃってるね。いやあ。ああ、また出てきたね。結構わわわわわわわ。ジャンプと剣振るのは間違えちゃったボタンね。いやーいっぱい来ちゃうね。あまり喋ることに余裕が持てない。大丈夫かいこれ。よしよしよし、こんなにいっぱい出てきたんだねこの人ね。あー肩こりがすごい。お突撃しちゃった。戦い方忘れてるよねこっちの人のね。こっち側の人の戦い方忘れちゃってる。降りてきたっけ。あ怖い怖い。スクロールがちょっとずれてる、うん、いやーいやー、あー怖い怖い。あーよかった出れた。もう何歩経験値。あーもう8800だね。さあとりあえずいっぺん、はーで薬草かな。あとゴールドまだ足んないね。へーよいしょ。薬草がいるね。なかなか。で薬草を買います。はい、あらららいらないにしちゃった。はいはい、ですね、そうだね、レベル上がった時にシールドぐらいが買えると嬉しいですよね。じゃあなんかダブルで強くなるような気がねしちゃいますんで、さあ、あ後ろからまだ来てるね。ああ痛かった、ちょっと痛かったね。あららあららあらら一回出ちゃっていいすいません、こんなところであんだけ食らっちゃうとちょっと出ちゃいます。多分このパート終わって次のパート行くときにはもう1レベル上げてからだね。このレベル上げが結構単調なんだよね。そうですよね。あ、後ろから来てたね。これ剣を変えていくともっと長くなっていくのかな。ないね。あった。痛い。まあただどうもねジャンプのボタンがね間違えるんですよね。今も密かに食らったよね。あでももう9301だから上がりそうだね。いっぱい行くんですよねこれね。あ
イーストとは、イースト2とは本当にまた違ったあれですね、難しさというか、なんだろう、難易度は間違いなく上がってますね。はい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 、ほんとこの剣が連続に振ってくれるのがね、すごい助かりますね。アドロさん肩言わすよねこれね。よいしょ、もうちょっと突っ込まないといけないかなあれね。よいしょ、あらら当たっちゃったね。よいしょ、まだ来るでしょこれ、ドカッとね。あ、一匹だけ、あ、来た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 、あ、上がったレベル、あ、このパートで上がったね。だったらあとはお金を稼いでですね、金っていうのがなんか食らってないのに食らってんですよね、減っちゃってましたもんねさっきね。ちょっと待ってくださいね。あららら、よいしょ、次1万5000ね、1万5000ね。はいはい、もう当たってもいいから突っ込んだ方がいいかな、剣振りながらね。よいしょ、はい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 、よしよしよし、あ、ここね、まあ、レベル上がってるからだいぶいいんでしょう。あ、薬草あるしね、まだね、1万5000まで、1万5000ね、経験値がね。で、ここかな、ああ、中ね。で、火吐いてくんでしたっけ、いるんでしょ、あ、いたね。あ、いたね。さあ、こっから火だったね。なんだよ、あの人。おお、なに、あ、あの火は食らわないのね、ダメージ。あ、やっつけれんだ、ダメージ食らわないけどやっつけれんだね。経験値入るのかな、あ、入るね。あ、これは稼ぎますね、またね。あ、もうじきお金6000いきますもんね。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ。はい、あ、降りちゃった。ちょっと待って、あららららら、ちょっと待って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 、あ、はいはい、おお、何、こっちも行けんのね、まだ行けんのね。あー怖い、あ、あらららら、下に降りれると出口がある。どっち行っちゃおうかな。出ちゃおうか。これ出て体力回復してくれたら最高なんだけどね。違ったね。下の祭壇から男の話し声が聞こえてくる。はい。ピエールさん、こんな場所に一体何の用だね。私はただ迷い込んでしまっただけだ。下手な嘘はつかないでもらいたいものだな。お前はこの遺跡へ彫像を探しに来た。そうだな。おや、我々の牧場に侵入者がいるようだ。君はティグリの採石場にいた剣士だな。あの時私は言ったはずだ。二度と私の前に姿を現すなとね。あら、いやー、捕まんのかい、一緒に来てもらおうか。あ、捕まるのね。
下の桜の隅の川が流れてる、あそこから生きて戻ったものは未だにいない。君はチェスター、チェスターだな。なぜ私の名を。エレナが君のことを心配していた。兄さんはあんな人じゃなかったって嘆いていたよ。そうか、エレナと会ったのか。だがこれは私の言い方だ。君やエレナには関係ないと。さらばだ。密かにダメージ食らってんじゃない。いやー、なにこれ。あー、なんかそんな感じなんだね、これ。あ、キンキンって言ってる。ちょっと待って、どっちに帰りゃいいんだろう。ちょっともういい加減終わりたいんだけどね。終わりたいんだけど。いやー、怖い。うわ、怖っ。ちょっと走り抜けるか。あ、敵いたのね。敵さんいたのね。全然わかんなかった。ああ、怖い怖い。左に行ったのはミスったのかな。すいません。終わりたいんですけど、終われないです。怖いよ。ああ、ちょっと。というわけでね、ちょっとこの辺でいいみたいなんで終わっておきたいと思いますね。PG88 の、ワンダラーズフロムイースパート8ですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。